パリ,ゴリンスケートボード男子ストリートで銅メダルを獲得したナイジャ・ヒューストン、米国が2024年8月8日にインスタグラムのストーリーを更新し、自身が獲得した銅メダルの劣化を報告した。A 氏、デイリーメール、ウェブ版が同日報じた。写真、塗装が剥がれた実際の銅メダル、新品の時はとても素敵に見えるんだ、男子ストリート決勝は7月29日に行われ、 ヒューストンは3位に入り銅メダルを獲得。同種目は日本代表の堀米雄と25ラキ金メダルを獲得した。競技終了後、米国に帰国したヒューストン。インタグラムの動画で自宅と見られる場所のバルコニーで銅メダルを手に取って披露した。銅メダルは 表面、裏面ともに所々塗装が剥がれているように見える、デイリーメールは、オリンピックスターがパリでメダルを獲得してからわずか1週間余りで、メダルの衝撃的な状態を明かすとのタイトルで記事を公開した。記事によると、ヒューストンは動画の中で、このオリンピックのメダルは、新品の時はとても素敵に見えるんだと前置きし、次のように語ったという。君たちが思っているほど高品質ではない。 でも少し汗をかいた肌に触れたり、週末に友人たちに身につけさせたりした後、メダルのいくつかの部分からブロンズの色が欠けてきて、品質の低さがわかる。どうやら、君たちが思っているほど高品質ではないようだ。オリンピックの